3月21日渡良瀬遊水地トライアルマラソンに出ることが決まりました。申し込みました。散々引っ張りましたが無事決まりました。お待たせしました。ありがとうございます。ということで今日の練習はこちらです。お疲れ様です。寒いけどいい天気ですね。ってことでフルマラソンまで今日でですね、残り45日になります。今日はですね、レースペースのペースをやります。ペースを12キロの予定です。あとね、速攻化終わってからちょっと30分ぐらいジョグルっていうのをね、やろうかなと思ってます。最近やっぱロング走が全然できてないので、そこをちょっと補うためにジョグ30分を追加したいなという意図です。それでは行ってきます。5分4秒早い。また壁か。2km 5分32、5分19、いい感じですね今日は。風強っ。5分33。ちょっと想定より遅いんですけど、
ただこう向かい風の強さを考えるとちょうどいい感じかなと思ってます。このくらいで行きたいですね。6km、 5分33。風が強くて足が持ってかれますね。5分34。8キロ5分49。5分29。ありがとうございます。10キロ5分20。11キロ5分34。あと1キロか。12キロ5分21。はあ、ここから30分前後ゆっくりジョグりたいと思います。左足の裏ですね、裏がね、なんか当たって痛い感じの痛みかな。ちょっとね、左足の裏がこう異物が擦れるような痛みっていうんですかね、なんかこうね、今後走れないとか練習できないっていう痛みではないと思うんですけど、ちょっとなんか、なんだろう、小石って感じもないんだけど、入ってないと思うんですけど、なんかそんな痛み、なんか靴下が擦れてんのかな、ちょっとよくわかんないですけど、ちょっとなんか変な感じするんで、ちょっとジョグはやめておきます。こうなんかあるじゃないですか、形を保ってる、補強されてるとこ、それが足に変に当たって痛い感じですね。なのでこう走れないから、なんか怪我の痛さじゃないんで良かったです。靴の履き方かな。ということで今日はちょっと予定通りではないんですけども、ね、今日予定では12キロのペース走と30分のジョグだったんですけど、ちょっと30分のジョグをちょっとね、やめておきました。なんで12キロのペース走です。で、12キロのペース走、レースペース走なんですけど、ペースはね、5分20から5分25ぐらいだと思ってたんですが、今日ちょっとそれより遅かったですね。10秒ぐらい遅かったかもしれません。まあ、ただそれについては向かい風でね、ペース上がんなかったりもあったんで、全然気にしてないです。まあ5分40よりも遅いことはね、ほとんどなかったし、最近ちょっと設定全然守れねえっていうね、設定より早く行っちゃったりとかすることが多かったんで、逆にきっちり5分40よりも遅い、早いサブ4ペースで、サブ4のレースペースであることは変わらなかったんで、そこできっちりと12キロ走れたことは良かったのかなと思ってます。
はい、そういうことでですね、今日の冒頭でも言ったんですけど、申し込みました渡良瀬トライアルマラソン、予告通りでしたよね、まであと今日含めて45日になります。6週間ですね。なので、まあ、この12キロのペースを次は15キロにして、で20キロにしてみたいな、で30キロにしてっていうことをね、やっていきたいなと思ってます。それでレースに出ようかなっていうところです。ということですね、なんか散々ね、レースどうするって引っ張ったんですけども、まあ、結論としては渡良瀬遊水地トライアルマラソンで、頑張ります。では失礼します。